夫の浮気で離婚した。私も元夫も30代半ば。プリンちゃん、短大卒業したばかり。そのプリンちゃんからのメール。お久しぶりです。本当に反省してます。だから、元通りになってもらえませんか。あれから、彼はすっごいダメです。変な服ばかりで嫌です。仕事も、全然ダメになりました。元通りにしてください。元夫はどちらかというと、ダメ男に近かった。同僚だったけど、仕事も、手際いい方ではなくて。よく私が手伝ってて、この人、大丈夫かなと、心配、恋愛、結婚だった。穏やかだし、無茶も言わないし、何より誠実だった。出世しなくても、自分から動くタイプじゃなくても、服装が変でも、性格が良くて、信用できる人が一番と思ってた。私も、服のセンスがいいとは言い難いけど、元夫はかなり変。くしゃくしゃのシャツ着てたり、髪型も変だった。定期的に、一緒に美容院へ行ったり、アイロンしたり。お店の人にお任せして、服を揃えて、なんとか見苦しくなくなった。結婚して、かっこよくなったねと同僚たちに言われて、気を良くしてたら、新しく派遣で入ってきたプリンちゃんと浮気しだした。元夫曰く、プリンちゃんは僕を尊敬してくれる。確かに、妻に仕事のフォローをしてもらい続けるのは、プライド的にきついだろうなと思ったけどね。私としては、一生懸命に夫を支えてるつもりで逆効果。こっちにもいろいろ反省点はあったから、離婚に応じて支社に移った。その後、すぐに結婚したらしいけど、周囲は大体の流れを知ってるので、風当たりもきついらしく、プリンちゃんも派遣を切られた。プリンちゃんよ、彼は一緒に行ってやらないと、髪は切りに行かないし、服は毎朝選んでおかないと、出前から適当に着る。知らない人と話したくないから、玄関チャイムが鳴っても絶対出てくれない。そういう男だ。あの時はそれも楽しかったけど、解放された今となっては、あんなうざいことはもうごめんだよ。服がおしゃれ？ありがとう。それは、私が選んだお店の人のチョイスだ。仕事が完璧？ありがとう。最終的に、それをやったのが私だ。誠実が取り柄だった元夫だけど、その誠実さがなくなったら、もういらんのよ。元夫からも、仕事のメールは来るけど、そちらの仕事のフォローは、そちらの部署内でお願いします。応援は、〇〇さん、上司を通して、バツバツさん、こっちの上司に依頼してください。こんな感じのメールを、CC で送り返してる。